ドゥ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 ダクトグイズボンしのぎ会だ。はい、どうもみなさんこんにちは、太陽です。今日もジャンプチやっていきたいなと思います。で、本日はですね、トラファルガーローが、降臨しましたと、言ったところですね、早速やっていきたいなと思うんですけども、実はですね、すでに一人専用の超絶級はクリア済みとなっています。で、クリアした感想なんですけども、まあ、今回のトラファルガーローに関しては特に注意する点っていうのは、大きなところはないんですけども、必殺プチを吸収してきたりとか、あとは盤面のフルリセットであったりとか、あとはですね、必殺プチを吸収した後に、強力な攻撃を仕掛けてくるっていうのがありますので、そこら辺をね、注意していけば、無事ね、クリアできるクエストとなっておりますので、ぜひともですね、赤属性のキャラクターいる方はですね、固めていってもらいたいなと思います。で、自分はですね、こちらのパーティーで挑みます。アカシと、あと悟空。で、爆豪と、鏡ですね。こちらで行きますと。ポチる。うん。まずはですね、ワンピースでおなじみの、キャラクターと。うん。一番左端が山賊の人で、あとはクンフージュゴンですね。で、一番左端の方も特にね、そこまで火力も高くないので、とりあえずね、この前方のクンフージュゴンから倒していきます。あとはね、必殺プチを貯めれる方は、この場面で貯めていただいて、よりね、戦闘がスムーズにはかどるかなと思いますので。うん。あ、でも、クンフーはまあまあ強いかな。一応、早めに片付けるって意味で、ここで明石一回使ってもいいかなって感じですかね。で、よっと、頭が高いぞ。一発では死なないと。うん。で、またクンフーを倒していくと。よっと。あ、倒せなかったか。よし。で、ここら辺あと盤面整えて、やっとこんな感じでいきましょうか。で、次がいよいよドーですね。ドゥ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 ダクトグイズボンシノゲ会だ。で、火力がアップしていくと。で、ここでですね、こちらもバフをかけていきます。友情マン使っていきますか。
よっと。で、ここら辺は、まあ、特にですね、まあ、火力盛らなくてもいけると思うんですけど、まあ、消していきましょうかね。で、1ゲージ目は、1回目行った時はね、13万ぐらい出れば飛んだので、まあ、そこまでね、1ゲージ目、硬くはないと思うんですけど、これでいきましょう。どどどどどん、どんどん。カットしていこう。あれ、削りきれなかった。ちょっと足りなかったっすね。お。あ、必殺プチに聖戦、あ、それ使ってくるんだ。なるほどね。じゃあ、ここは確実に削ってった方がいいですね。んーでは、よっと。あ、そうだ。あとね、レジェンドゲージを絶大吸収っていうのやってきましたね。で、ここでハートプチを、まあ、吸収。で、出現率アップするんですけども、まあ、2ターン後にね、まあ、ハートプチ吸収してきて、まあ、強力な攻撃をしてくるっていうのがあるので、これ何個ある ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。その時までには、ある程度ハートプチは削っといた方がいいかもしれないですね。どうしよっかな。これ使っとこうかな。よっと。消してくる。で、ガード仕掛けてくる。で、バリアが1600と、なってまして、まあ、カカシほどではないんですけども、まあ、バリアつけてきますよと。で、これ下げて、これちょっとハートプチ多すぎるな。よっと。これどうなるかな。これどんぐらい食らうんだろう。ああ、まずまずですね。まあ、でもこのぐらいだったら問題ないんですね。んだ辺でね、確かに盤面リセットしてきたんですよね。あれ、削り切った後だったかな。こっち消しとくか。ちょっと。よっと。削って、ドンと。手術をした？ん？今何した？で、一応回復しときますか。はてなと。いい感じ。で、ここら辺は回復しといて。よっと。ちょっと使っときますか。よっと。
視察。オッケーオッケー、シャンブルズ。おお、これね、面白いですよね。あの、必殺ポチを作ってくれるっていう、優しい。なんですが、どうしようかな。ちょっとバフをかけて、で、これ必殺ポチ吸収されると、まず次に強い攻撃仕掛けてくるみたいなので、一旦消しといて、よっと。まあ、ここら辺は使っときますか。次どのぐらい食らわしてくるんだろうな。これ何してくる？あ、結構食らう。必殺プチ吸収する強力な全体攻撃。今ので1万5000円ぐらい食らいましたかね。あれ？あ、これ生成延長かかってるのか。なかなかこの状態になってくると厄介ですね。こういったのを使いながら行くしかないかな。爆豪発動。削りきれない。ラジオナイフ。あ、これで延長仕掛けてきてんのか。そうきたか。これまた使っていきましょうか。これでさすがに削れたんじゃないかな。どうだ？ OK ですね。お、いい感じ、いい感じ。はい。ドロップしましたね。はい。まあ、てな感じが、超絶級ですね。んで、パラメータの方を見ていきたいなと思うんですが、よっと。こちらが、トラファルガーローですね。で、緑属性。で、ワンピースのキャラクターで、必殺がガンマナイフと。で、こちらが敵単体にダメージ軽減を無視して 200% のダメージ。まあ、軽減無視はいいですよね、かなり。使いやすくて。で、まあ、バランスタイプなので、まあ、火力特化とかってわけではないんですけども、まあ、全体的にね、ステータスが上がるっていうタイプですね。で、友情の方が弱いやつは死に方も選べねえ。こちらが黄色プチを5個、緑プチに変換と。で、青プチを4個ハートプチに変換するといったところで、まあ、なんでしょうね。まあ、自分の必殺技も作りやすくして、なおかつ回復もできるぞと。で、特性の方が HP 31% 以下の時に自身の回復力を 10% アップと。まあ、使い方としてはなかなか難しいかもしれないんですが、まあ、一応育てていけば、HP 条件の方が 15% アップするので、まあ、45% って感じですかね。なんで HP が 45% 以下の時に、まあ、回復力が高まる。
なかなか使い、まあ、安くはないですね。ただ友情技とか必殺技についてはまあいい感じなんじゃないかなと思います。はい、まあてなわけでね、今回トラファルガーローの超絶級、挑んでみたんですけどいかがだったでしょうか。まあ1回目行った時は、まあ、最後ね必殺プチを貯めて、まあ、一発で削り切れたので、まあ、見えなかったところもあったんですけども、まあ、今回やってみて、まあ、プチの生成延長がね、まあ、結構頻繁にかけてくるっていうので、まあ、そちらの対策のキャラクターを入れておくと、まあ、よりね、攻略しやすくなるかもしれないですね。あとは、まあ、敵の必殺技とかね、まあ、火力に関しては、まあ、そこまでね、まあ、高くないと思いますので、まあ、ある程度、まあ、赤属性で固めていけば、まあ、耐久もね、まあ、できるんじゃないかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。